こんにちは、堀くるみです。今日はこちらのシャープのプラズマクラスター冷蔵庫をご紹介します。プラズマクラスターといえばこのマークですよね。もともとこのプラズマクラスターイオンはシャープの空気清浄機とかエアコンとかについてるんですけど、部屋の中を浮遊してるウイルスやったりカビ菌などの活動を抑えてくれる効果があるんです。この冷蔵庫の冷蔵室にもプラズマクラスターイオンを放出していて、冷蔵室に浮遊している雑菌の繁殖を抑えて庫内を清潔に保ってくれてるんです。今回ご紹介するこの冷蔵庫 SJGK50J はこの清潔さにこだわった冷蔵庫なんです。ちょっとどういうところが清潔なのか見ていきましょう。まずこの冷蔵庫の中のこの棚とか、あとこのドアのポケット、これ一個ずつ全部外れるようになってるんですよ。外してみますね。よっ、おー、簡単に外れました。こういうように全部取り外して隅々まで汚れを拭き取ることができるんです。トレイの隅にソースが固まってしまって掃除したいけどトレイが外れないとか、無理に外してしまってトレイにひびが入ってしまったり割れてしまったりっていう、そういうお手入れの相談もたくさんいただいてたんですけど、そういったお客様の声に対応したのがこの冷蔵庫なんです。特にこのチルドルームの上のトレイは今まで外せなかったんですけど、ここもまずこことここを取り外したら、よいしょ、お、簡単にこうやって取り外すことができるんです。あ、この端っこのところにこんな隅っこまで汚れがついてますね。こういうところまでちゃんと拭き取ることができるので清潔に使うことができますね。清潔さの2つ目はここです。ここに水を入れると自動で氷を作ってくれるんですけど、構造上はこんな感じで水が通ってて氷が作られていくんですけど、ちなみにこの水の通り道にも AG プラスイオン加工がされてて清潔なんですけど、こんなボタンがついてること知ってましたか？このボタンを押すと製氷皿と給水パイプを水洗いしてくれるんですよ。夏場はね、いっぱい氷使うと思うんですけど、冬あんまり氷使わない時にこのボタン押したら製氷皿も給水パイプもきれいに水洗いしてくれるんですよ。皆さん知ってましたか？シャープの大型冷蔵庫にはこのボタンついてるので、皆さんもぜひ使ってみてください。きれいな氷が作れると思います。そして清潔さの3つ目はここ野菜室です。野菜室っていろんな野菜が入ってると思うんですけど、あんまりちゃんと掃除することってないと思うんですよね。なんかキャベツとかレタスの見えやすい葉っぱとかの切れ端とかあったらこう取ったりはすると思うんですけど、ちゃんと掃除することってあんまりないですよね。じゃあちょっとどれぐらい汚れてるのか野菜を全部取り出してみましょう。結構入ってますよ。うわうわうわ、ちょっと見てください。ここお芋のちょっとした砂とか、あと玉ねぎのこういう皮とか結構落ちてますね。今までやったらこの野菜のくず、こうやって布巾とかでこうやって取ってたと思うんですけど、この野菜室こんなお手入れトレーっていうのがついてて、このトレー取り外しもできるんです。このトレーがあれば野菜のくず布巾で取らなくてもこうやって吐き出して綺麗になりましたね。よいしょ。そしたらこのトレイを取り外して、これでこのトレイごと洗うだけで OK なんです。この清潔さっていうのでね、気持ちよく野菜室が使えるようになると思います。細かいところまでね、すごい気を使われてる冷蔵庫なんやなって実感しますね。次に大きな2つ目のポイントは先ほどのこの野菜室なんです。野菜室これ真ん中にありますよね。だいたい一番下にあることもあると思うんですけど、野菜ってやっぱり毎日使うので、重たいキャベツとか玉ねぎとかそういうのも真ん中にあればかがまずに楽々しかも見やすく取り出すことができるんです。すごい使い勝手に配慮されたレイアウトになってますよね。
そして最後に大きな3つ目のポイントがこちらのメガフリーザーです。いやー、この冷凍室めっちゃ物入ってますよね。でなんとここにも収納することができるんです。こんだけ入ったら冷凍食品の特売の日にいっぱい買っても入りきるかなって心配することももなくなりますよね。じゃあこれがまだちょっと余裕あるんですけど、どれぐらい入ってるのかちょっと出してみてみましょう。どれから出す？うどん。はい、こんだけ入ってました。めちゃめちゃ入ってますね。メガフリーザーっていうだけあってもうほんまにカゴいっぱいの冷凍食品が入ってたんですけど、それでもまだぎゅうぎゅう詰めじゃなかったから、これ以上にまだ買ってても安心して収納することができます。最近のね冷凍食品はもう美味しく進化してるので、皆さんもよく使う機会があると思うんですけど、こんな冷凍室やったらほんまに特売日に冷凍食品いっぱい買っておくことができますね。今冷蔵庫を買い替えようかなって悩んでる皆さん、清潔性に優れててプラズマクラスターイオンが雑菌の繁殖を抑えてくれて、こんなに大きな冷凍室がついてるこちらの冷蔵庫がおすすめです。実際に店頭でシャープの冷蔵庫を開けて確認してみてください。